富山市立南部、中学校富山市立南部中学校は、富山県富山市の中心部に位置する公立中学校。富山市の中心部南側に位置し、校区内中央部には、富山市科学博物館、星井町児童館などの教育、文化的な施設が数多くあり、航空北側は、富山城に近いことから、戦国町通り商店街、大田口通り商店街、室町通り商店街、 中央通り商店街などの古くからの商店街が多い。高区南側には、富山市中央卸売市場や国道沿いに、ロードサイド型の大型店が集積している。また、神通川緑地公園、布瀬並公園、城南公園などの大型の公園があるほか、高区の西側を一級河川である神通川が流れており、自然環境が豊かである。校舎付近には、 富山地方裁判所がある。法区内に国道359号、国道41号、富山地方鉄道富山機動線などが通っており、バス路線も充実している。また、富山市民病院や富山駅、富山空港からも車で数分である。豊かな人間性、自ら学ぶ力、たくましい実践力の育成三大ブリアクションとは、 生徒会が中心となって活動する奉仕活動のことである。これとは別に地震などの災害や幼児の救援のための募金活動を行っており、中でも愛ちゃんを救おうと題した活動は北日本新聞にも掲載された。ボランティア活動は非常に活発である。4月5月6月7月8月夏休み8月9月10月11月12月1月2月3月。 ありがとうございます。